ちょっとね、ま、故障というところもあったのでですけれども、どこでご覧になってたんですか？どうですか？国立でしたっけ？国立のあの一番上の席で、はい、見てました。はい。さあ、そしてミサ選手、大阪選手はスタメンで、そしてね、18分からはね、茶島選手もね、45分からも茶島選手のピッチングということなんですけれども、ルヴァンカップ改めて振り返っていただいて、じゃあ大阪選手どうでした？まあ、1週間前に天皇杯で優勝を逃してたので、まあ、僕はその経験はなかったですけど、その決勝で勝ったことがないっていうふうなこうことを言われてて、まあ、それで天皇杯で負けて、まあ、やっぱそれが湯切ってしまって、でなあのルヴァンカップでも先制点を取られて、ああこういうことなのかなって思ったんですけど、まあ、でも味方の選手が助けてくれることもあって、はい、まあ、初めてのカップ戦優勝にふさわしい劇的な試合ができたんじゃないかと思います。はい、優勝後のインタビューでちょっと涙が溢れていたのがミサ選手でしたけれども、はい、改めてどうですか？いや本当に、まあ、ロスタイムに2点取って、まあ、逆転して勝ったんですけど、まあ、ユースの時によく言われてた言葉が気持ちには引力があるっていう言葉を言われてたんですけど、もう本当に今日来てくれてる方々もそうですし、まあ、スタジアムとかテレビで応援してくれた方々の気持ちが自分たちに乗り移ったのかなと思ったので、あのドラマチックな展開で勝ったのかなと思います。田島選手、そうですね、もう本当にもう改めて優勝っていいもんだなっていうのをすごい思いますし、本当にいろんな人、本当に、熱い応援ありがとうございました。ルヴァンカップ優勝できたのも本当に皆さんの応援のおかげがだと思ってます。来シーズンは今年以上の結果を求めて、チーム全員で頑張りますので、またスタジアムに足を運んで一緒に勝ちましょう。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。ここで一足先に、ゴールキーパー大迫健介選手、退場ということになります。ありがとうございました。拍手を送りください。